こんにちは。セラフィックゲートを3週目からやっていこうと思います。さて、今日はもう始める前に全員レベルを99まで上げたんですよ。なのでちょっとステータスとか見ていこうかなというふうに、はい、思っております。勇者適正値ですね。ナンバーワン誰かなっていうふうに思うんですけど、私もまだわかんないんですよ。これから見ていきます。で、ステータス自体はそんなに、なんだろう、キャラクターごとに差はないのかなっていう感じです。戦士、剣士は剣士、獣戦士は獣戦士、弓は弓、槍は槍みたいな感じで、魔術師は魔術師っていう感じで、職業ごとで大体こう決まっちゃってるので、そんなにキャラごとに大差はないんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。はい、ヴァルキリーは今ちょっと装備しちゃってるので、だいぶステータス高めです。はい、で、まずフレイですね。フレイはね、多分ね、力がね強いんだと思うんだよね。インテリジェンス、あれも高いんだ。高いな、フレイ強いな、やっぱり。フレイ武器だけ装備してる状態ですね。こんな感じ、エーテルレイザーだけ装備してるんですけど、これ多分フレイは力が強いと思う。うん、で、アリューゼは重戦士なので、もう本当に力自慢なキャラです。1400ぐらいか。で、勇者適正値274まで上がりました。いや、なかなか高いんじゃないですかね。遅れないけど。そう、ジェラード、魔術師系は、力はまあ300ぐらいで、インテリジェンスはみんな1900とか2000とかぐらいなのかなっていうふうに思うんですけど、適正値同じだ、274だ。で、ロフはちょっと高めの298、槍もね、多分こんな感じ、ステータスはこんな感じだと思う。そんなに、だからなんか強くないんだよね、ステータス見ても。かわいそすぎるもん。バランスはいいけど。で、ベリナス、あ、ベリナスが戦士系か。1052、もしかしたらベナスと同じような感じだね。やっぱり戦士は戦士だ。ヴァルキリーと、ヴァルキリーも剣士、戦士系、剣士系なので、多分同じ感じになるのかな。勇者的設置320に来た、320に来たよ。やっぱりベリナス様らすごいわ。で、ラウリー、弓はまあこんなですね、力あんまないけど、233まで上がったよ。結構上がるもんだね、レベル99までやっぱ上げると。あんなに上げるの大変だったのに。で、カセルは290、待って、今最大なんだっけ、320か。カセルの、まあ、ゲージと似たような感じで、そんなに、だから、大差はありません。ジェイク。まあ、弓だから654でしょ ?659 だから、同じような感じですね。で、301か。で、ナナミちゃんも、やっぱり、そうだ。力300、インテリジェンス2000弱か。魔術師は本当に変わらないと思うので、ね。はい。ユメル319、おー、高いね。そうなんだ、すごい。で、エミも、まあ、槍って感じ。288。で、銃、290。がっつり戦士って感じ。1000と1200か。で、リセリアが、まあ、すごい強いと言われてる魔女ですが、まあ、やっぱり変わりませんね、他の魔術師と。あまり変わらないですね。勇者適正値がただ高い。バドラック247か。勇者適正値。もうね、そりゃ手数だから。で、グレイ。そうだ、グレイがね、重戦士なんですけど、普通のなんか、剣士のような成長を遂げるんだ、そういえば。まあ、ベリナスとか、そっち系なステータスになるけど、
で職業としては重戦士っていう、なんか不思議なキャラですね。でロレンタさん、346来た、あーすげえすごい、勇者的戦士ベリナス超えた。ロレンタやば。でメルティーナ引く敵戦士186か。トシホ270、ステータス本当に変わんないね。変わらん変わらん、とゼイルが290、やっぱ1000と1200か、同じですね。もう同じだわ。スオも378、あ待って何ていくつだっけ、あ上回った、346からのスオ高、378、やっぱ君かよ、半端ねえなすごい。でガノス様223ということで、ガノス様がね魔術師の中では結構ステータスが良いですね。インテリジェンス2000乗ったし、高いな、やっぱ強いな、ガノスさ、わずかな数値ではあるが。でルシオ338、でも高いですね、予測的数値。でレザード、レザードもあーまあなかなか勇者的説86っていうこの最低値を更新マジで低いなー、86だからもうチャプター45あたりでもきつくなってくるぞ、遅れなくなってくるぞやばい。いやでもいいですね、ガノッサとレザードがすごい強いな。2036、あガノッサのが微妙にいいのか、あへー。でブラムス、あ魔力が高めなのね。ブラムスもうちょっと力あると思ってたな。まあなんかこう見るとやっぱりフレイが強いですね。姉さん最強説はい、というわけでステータスを見たところで、今日はセラフィックゲート3周目から何周までいけるかな、いけるだけ行こうと思っているんですが、ちょっとメンバーをちょっと編成します。はい、編成完了しました。今回はちょっと頼りないパーティーにしましたラウリー、イメル、ナナミというわけで弱そう、めっちゃめっちゃ弱そうなんですけど、あとね何が怖いかというと、シルフレッド装備させてるんですけど、ナナミちゃんかな、闇、ダメージ10% 軽減のつけてるんですけど、今までねつけてたのってこのなんか耐性、あのレザードとかガノッサ、メルとかは全部闇耐性持ってるんですよ。だからそれがどれぐらい影響するかなんですよね。メルは氷で、ナナミちゃん性特性なので麻薬なわけですね。これってどのぐらい影響してるのかちょっとわからないので、 90% 防いでくれるから大丈夫かと思うんですけども、ちょっとこれでやってみようと思います。はい、で一戦だけ戦って、あとは宝箱だけ、あの回収のとこだけ多分動画として入れると思います。裏で倒す10回とか倒すからさで一斉に結構時間かかるし、我と共に生きるは霊源なる勇士、逃げよ。私はガブリエ・セレスタと違う、結局聞けないなセリフがめっちゃ頼りないんですけど大丈夫かなこのメンバー
神の名のもとにガンガンいきましょう。奥義レイヤーストーム。まだ生きてる。その身に刻め真理。ファイナルチェリオ次第ですね。リベルバレスティン。このなんか10分ぐらい行けばいい。かわいい。なんそのあ、聞こえてる。反復を得るだろ。とわに儚く。元気いいねしかもこの演奏でさ、永遠に儚くっていう人と永遠に儚くっていうの二手に分かれるんですよね。おかしい。声小さい。セレスティアルスター。いけ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 。いいね、見てて感じられるね。これ以上傷つけたくはないのに。クロスエアレイド。すえな。よしよしよし。なんかユメルがさ、なんだろう、声でかいのか、ナナミちゃんが声小さいのかよく分かんなかったね。どっちだろう。いやいつやってくんだろう、ファイナルチェリオ。マジで怖いんですけど。怖いよ。今だ。ヤコタカチ。ヤコタカチ。ファイヤーラン。なんか今回普通のモバイルよくやってくんの。ラウリー。ラウリー。ロックつけてるよね。ロックエアリード。ヤマタカチ。ヤマタカチ。あれ。ラウリー。あ、そうか、ラウリーは戦えないんだった。だあ。あ、ここ出た。ことの葉は根を切り捨て、死なんじを打つだ。ファイナルチェリオ。かっこよ。あ、耐えられるんだ全然。死にたくない。あ、ちょっとバルキリー、バルキリー死なないで。嬉しい、よかった、やっと声出たよ。嬉しい、よかった、マジで。まあ、死にそうだけどね。もうちょっとアイテム使えるっけ。リメールは何もできないんだ、死んじゃうから。大丈夫か？見てるか？神の名のもとに奥義レイヤーストーム。いいねいいね、あんま当たんないな。あれ、ナナミちゃんはセレスティアルスター。全てを失ってからでは遅いのです。かわいい。そろそろ終わりにしましょう。
真の裁き。絶対ラウリー来ると思ったよ。運悪そうだもんだって。あーなんかかわいそうだな、ラウリーやられるの。あとちょっと隠れろ。ヒメル元気でいいよね。その身に刻め。声出てよかったわ。なるほど。一旦のまま出ないかと思った。なんでその不備なる不意となる反則を得るなら、とわに儚く。やばいね。おお、よく防いだぞ。いやー、可愛いかもしれない。なんかこのさ、和風なメンバー結構好きだったりするんですよね。可愛いかも。神の名のもとに奥義。ケーキラウリー。レイヤースコーム。当たんないな、あんまり。上のヒットをすればいいのに、ミステリアクイーンの上の部分、大きいの。セレスティアルスター。全てを失ってからでは遅いのです。あ、言ってた。そうだ、メンタルヤクション。うわぁ。我に封印の敵の方にとって事の葉は暴力に連れて行し、難事を打つだろ。ファイナルチェリオ。何気にイセリアクイーンの声めちゃめちゃかっこいいですよね。もういいわいいわ。あー死んだ。これは死ぬな。次は大魔法してこないから、連続で何気にやってこないもん。あと、そういや、あれ、補助魔法してないわ。ここで調べよ。かわいそすぎるね。お父さん、お母さん。意外とバルキリーの位置受けないよね。あそこのなんか、上下の位置結構上乱部受ける気がするんだけど。あ、つかなくてよかったな。ついて使っちゃった。かたかしい。かたかしい。ここで調べよ。またかい。
てガッツってすごいよな。すごいガッツだと思う。マジで。さあ、これ決めますか。クロスエレイド。やっほー。神の名のもとに奥義。誰にするんだ。レイヤーストーム。まあ、これ攻めれば誰にもいいや。なんだその不意なる封印の中に反復を得るだろう。とわにはかなクルスキエルスター。あれ、喋んのかい。いや、久々に良かったな、このメンバー。さて、また新しいお宝が手に入ります。中身は謎の書物に。経験値だけがどんどん溜まっていくからね。はい、だけで謎の書物に手に入れました。しかし3度もセラフィックゲートをクリアするとは、これ以上何を望むんでしょうかと。はい、っていう中身でした。さて、じゃあ次4周目、あれ4周目だよね。次4周目やろうと思いますが、もうイセリアクイーンもういいだろうと思うので、次からはもう撃破後のこの宝箱だけボボボンって、入れていこうかなっていうふうに思ってます。はい、頑張って倒します。魔物も意外に脆い。フシとは名ばかりか。さて、4周目終わりました。行けましょう。ナロナソモツさん。しばらくこういうのが続きます。中身はまたクリアしましたか。こんなにプレイしてもらえるなんて本当に嬉しいです。でも見返りはないんです。誰やっていう。そう、あとね、一個ちょっとお詫びがあって、勇者適正値ですね、レザードが直してなくて。最低値とか言ってたけど、ちょっと直してなくて、ただ単に170まで上がりました。はい、っていうだけです。170だとそれでも最低なのかな。一番低くてメルンが186だもんね。あー、じゃあやっぱ最低っちゃ最低なんだ。そうかそうか。はい、ごめんねレザード。君一応3桁だね。はい。
わけで、次が5周目いこうと思います。まあこんな感じよね。開けましょう。謎のその強いって方5周目か。さて、いやなんかもうね分かんなくなってきたよ。夏の粗末4。それでもプレイし続けるんですか。見返りはないんですよ。そろそろ新しいことに目を向けてみては。まだやりますけど。っていうところで次が6周目やっていきます。よし、6周目終わりました。6周目、あれ6周目だよね。3、はい、謎の書物5。やべえ、イベント経験値もったいな。さて、謎の書物の5個目になりました。さすがにそろそろ飽きてきたんじゃないですか。このゲームはスターオーさんとは違ってレベルも99が最大ですし、というわけで。バルキリープロファイルででも250とか超えてくるともうねえ、上げんのしんどくなっちゃうからさ。いやーまだまだですね。これで6周目か。じゃあ次7周目行ってきます。さすがにちょっと疲れてきたぞ。メガの気を引くのも大変だ。はい、7周目終わりました。よし、開けよう開けよう。謎の書物6。はい、だいたい1周10分とか15分かかるかなぐらいですかねって感じかな。謎の書物が集まってた謎の書物が6。次はどんなゲームにしようかな。もうつぶやきになってきちゃったよ。全く私に話しかけてこなくなってしまいました。はい、というわけで8周目ですね、ついにね。はい、ちょっと私だけ大変ですが。行ってきます。よーし、8周目終わりました。開けるぞー。はい、謎の書物7。だいぶ投げやりになってきた謎の書物の内容ですけども、今回どうなっているでしょう。はい。早く、出ないかな。もうほんとぼやきでしかないわ、なんか。っていうね、確かにこれエニックスだからね、一応。あ、スクエニじゃなくてなんかエニックスだったんだねっていう。
はい、さあさあさあ、今日はじゃあ次9周目だよね。あれ、そうだよね、今が7だから今8周目、9周目まで、今回やろうと思います。はい、頑張るぞ。つまらない。オーディは一体何を考えているのか。よーし、終わったぞ。1周10分は嘘だな15分から20分かかるわ。全然かかりますねただガブリエ・セレストはもうこのメンバーなら一旦で倒せるっていうこの恐ろしさ強っ強すぎるだろっていう。さあ、あげよう。謎の粗末8。参りました。本当に9回もクリアするなんて。じゃああと一度だけ頑張ってみてください。そうすればきっとやっと話しかけてくれました、ソモトさんがあー、というわけで次が、10周目になるんですけれども、その時に何かありそうな気がします。はいはい、というわけで今回はここまでにしようと思います。ヴァルキリープロファイルも多分あと次回で終わりになるでしょう。はい終わりだと思う、うん、終わりにすると思う。なんかキリがなくてこれキリがないから、うん、多分次で終わりかなと思っておりますので、はい、ここまででも十分感謝なんですけども長々と本当にありがとうございます。あと少しなので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。